写真拡大。中日のドラフト3位岡野雄一郎投手26が23日巨人6回戦名古屋ドームに先発。5回3安打1失点だった。勝っている状況で次のピッチャーに渡せなかったのが反省。高めの抜けたカーブをホームランにされてしまったので失投を減らしていきたいです。反省が口をついたが1回1失から4者連続三振を奪うなど上々の立ち上がりだった。4回1失走者なしでは大城に高めに浮いたカーブを捉えられ左翼席へ運ばれたがそれ以外は問題なし。フォーク、スライダーを低めへ制球し、威力のある直球とのコンビネーションで挑み、坂本、丸、岡本の2の4番から7つのアウト、うち5つを三振で奪った。奪三振は自己最多の7個だった。0の1の5回1失3塁の同点機で打席が巡ると代打が送られ、勝ち投手の権利はつかめなかった。